これ世界に200個しかないって噂だったんですけど、 4% これだ。うん、開けましょうか。よし、到着しましたよ。はい、ですね、アウェイクさんに、こちらです。アウェイク川谷さんですね。ちょっと中ね、お邪魔しましょう。ちなみに今から取りに行くものが世界に200個しかないヘルメットなんですって。ファントムゲートっていうブランドのヘルメットなんですけど、200個しかない。超すごいっすよね。それをですね、ちょっと今見に行きますね。お邪魔します。やばい、おしゃれ。来年の10月に、全然いいですね。おしゃれ。いや、面白い。いや、できてると思うから、これから。やってる。普通にみんな知らないのね。そんなこと言ったって言わないですよ、ね、あまり。いや、でもすごい。これって掘ってるんですか？そうですね、掘ってるっていうのが大体伝わりやすいんですけど、はい、正確には、はい、あのカッターで一回筋を入れてから、はい、刻印ってもので押し込んでるんですよ。そうすると際立ってこう立ってくるので、潰れて、それをカービングって言ってるんで、正確には掘るっていうよりは、まあ、切って潰してるになるんですよね。でも掘るの方が伝わりやすいと思います。へえ、すごい技術なんですね、はい。押し当ててんの半端じゃない。もうこういうの超やばい、大好き。これは売り物なんですか？そうですね、うちでオリジナルで作ってる金具類、まあ、はい、ですね。すごいな、めちゃくちゃかっこいい。これすごい。で、なりさん、今日何取りに来たんでしょう？今日はですね、ヘルメット。これ世界に200個しかないって噂だったんですけど。そうらしいです。ああ、マジですか？僕もよく分かってないんですけど、はい、僕の憧れてる中村さんが被ってるということを知った瞬間。中村さん、ありがとうございます。そんな憧れるなんて、そんな大した気がしてもね。いや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 、僕の走りとか相談する方がいたんで、その人が被ってるって聞いた瞬間、見ないで買うことを決めてました。いや、でもかっこいいね。ファントムゲートっていうんですね。東京にそのファントムゲートっていうライト屋さんがある、はい、そこのフリーライドさんっていう、コラボで作られたベッドという、はいはい、もう10年ぐらい前だと思うんですけどね。はい、まあいわゆるヴィンテージになりますね。なるんですよね、今のになっちゃう。そうですね。その時はこう結構走りのチョッパーとか、はい、フリスコスタイルとかすごく流行ってた時代だったんで、はい、でみんな多分こういうのが売れると思って出たんじゃないのかなって。まあ確かにシンプソンと か, なんか形、こういう形出してますもんね、はいはい、これかっこいいな、しかも軽っ。これ超いいじゃないですか。多分近いものだと思う。マウンテンバイクとか自転車、はい、ダウンヒルとかで登りそうですよね、はいはい、そうですよね。山を一気に駆け落ちる、そこにゴーグルして一気に駆け、そうですよね、はい、これはいいな。で、これこういうのもつくんですよね。あ、よくご存知で。そうなんですよね、はい、はい、つきます。僕、はい、この1%、はい、これちょっとこういうの、この前トシさんに教えてもらって、この 1% これだ。うん、開けましょうか。あ、これですね。見ていいですか？はい。これは、物はこれ何なんですか？これは、要はウォレットチェーンにつけようと思って作ったものなんですけど、はい、金具類って結構絡むんですよね。はい、はい。で、変な方向向いてることが多いんで、はい、で、これをつけることによって、回転、裏で回転感をつけてくれて、はいはい、絡みづらくしてるんですよ。つけられるってことですか？そう、そこでもいいし、まあ、もちろんだったら若干ちょっと下につけますね。はいはい。これの方が、T シャツとか、はい、冬を着てる時でもちょっと 、はい、見えるじゃないですか。これ素材なんなん？真鍮ですね。あ、大好きです。で、ちょっと分かりにくいんですけど、それでシルバーなんですよね。はい、ツートーンも用意してるんで。はい、これね。はい、これとこれのツートーンあるんですよね。おしゃれ。買います。ヘルメット買いに来て、買いに来たのに、取りに来たのに。誰の買い物ですか、今日は？なりさんでした。今、誰の買い物になっちゃってますか？いや、僕の買い物になっちゃってます。すいません。
さっき見た瞬間からなんじゃこれはっていう気持ちになってるから、ちょっともうマスターしちゃったよ。いいお店でしょ。超いい。で僕がずっと言ってた理由が分かったでしょ。ここ来たい、ここ来たい、岸さん連れて来たいってずっと言ってた理由が分かったでしょ。今ちょっと見た感じ、はい、こういう感じが好きだったのは、はい、こういう感じ好きかなと、はい、これ好きです。これは両方買いますので。え、いやで、はい、これにちょっと付け替えてもらえることもできますよ。え、超かっこいいじゃんこれ。これでここに付くわけじゃないですか。で、1%。そうですね。革を作る時に本物の道具を見せていただきました。こちらです。これはそのさっき言ってた切ったりとか。そうですね、はい、が切る道具。これがこう、コバっていって、こう端っこをこう整えていく、はい、ハンマー、はい、コバを締めていく、こういうコバを形成していく道具、はい、これはまあ、糸目とかを線を引いて、目印にするような、はい、目印ねっていうことですね、はい、いやースーパー職人ですよ。あ、結構重いんですね。これは腱鞘炎にならないわけないやん。左効かないから左手でやってるんですよ。そうなりますよ。でも見た目軽そうですけど、ね、うん、コントロールがっていうかすごっ。それは元ゴローズの方が作っているシルバーフェザーを、はい、作ったんですよ。うわー、すげー、手が震える。聞いたから震えたんでしょ。いやいやいや、なんでもやっぱ仕事で使う道具ってやっぱ緊張しますよ、うん、本当に。これなんですか、こコンパスなんですか。はい、これもこれに似てるような感じですけど、はいはい、幅決めて、はい、こういうところ、はい、筋引いたりとか。これはお宝をありがとうございます。今日はでも本当めちゃめちゃ素敵なウェイクさんを紹介できて、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。動画上げちゃっていいんですか。動画全然 OK です。本当にさ、そんな、はい、皆さんということですね、今日は世界に200個しかないヘルメットをゲットしに行く、そしてウォレットチェーンを僕をゲットしてしまい、社長のですねお話まで聞けちゃって超レアな動画に仕上がりましたので、皆さんチャンネル登録高評価、皆さんよろしくお願いします。 Twitter、Facebook、Instagram やってますのでフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。Yeah.